さあ、はい、気になる星はお願いします。ドルルルルル、続きはウェブで。ウェブだよ。あ、ウェブ。ウェブ。星なんと、はい、さあ、どうもこんにちは。こんにちは。今日から、ちょっとまた新しくやり方が変わると前回告知したんですけど、前回というかだいぶ前だね、告知したの。そうね、この動画自体は遅れててるんで、はい。ということで、じゃじゃん、できちゃいました。認定証。なんそれ。言ったやん、これ。愛車自慢ナイトバージョン。ちなみにあの、昼取材も出るんで、これ。で、まあ、名前とこの愛車と星が何個つくか。はいはい。星3つで、はい、まあ、この、認定証がもらえます。はいはいはい。まあ、来た証だね。3箇所みたいな感じ、ね、3箇所です。はい、うん、で星4つで、さあこれちっちゃいささやかな気持ちが出ます。立ってちゃんとこれ愛車自慢って書いてあるんだぜ。これ本当だ。そう、優秀、最優、違う、優秀賞、優秀賞。そうで星5つつけば、じゃじゃん、ちっちゃいトロフィーがつきます。最優秀賞。分からん、これももしかしたらいつかバージョンアップするかもしれないね。こんなんなるかな。こんなんなるかもしれない。フレームアウトしてそう。今回はあのちょっとあの物は試しで、とりあえずあの100セット、昼夜100セットずつかな、これは。はい、つけたんで、はい、ということで、まあ採点基準なんですけども、まあ表示馬さんだね、まあ基本がね、そう、はいはい、いかにエンターテイナーになれるかで星がバンバンバンって、車とまあ面白さで星が変わるという、ね、うん、ことです。ということで今日は早速面白い車がこのタイミングで来ちゃうもんね。インパクトやばいんすけど、このタイミングいきなり来ちゃうからね。はい、ということで今日の車は、あ、もう分かってんのか、みんな分かってる、サムネで分かってます、はい、じゃあやっていきましょう。はい、さあこんにちは。こんにちは。あ、どっかで見たぞこの人。あ、わかった。これ俺さ、あの前ショープレーの時に、はいはい、あのコンビニ近くだったら、こうたる、こうたるって言われたって。何言うんだ、こうたるの時だ。え、と言われた。なんかやからが俺だと、あ、この車もしかしてってなと思う。怖い。今回も全部イメチェンしてきたんで。あれ、前回と変わってないでしょ。いや、髪型と、メガネと、ヒゲ。ちょっとメガネつけて真面目ずらしてる。サンドイッチマンの伊達目指してる。おい、おい。まあ、そんなことはいいんだけど、はいはい、ということで今日はインパクトダイナー、はい、キャリー、キャリーです。あの前ね、ショープロであのほらやったじゃん、はいはい、トーク、はい、まああれの延長戦で、今度は車の紹介をしっかりしようかなと思って、そうですね、はい、ということで今日は星がかかってるよ。そうですね、1号だからね、まあ、1号だからね。ここで外したらダメだよ、はい、1号持ってくれないか、プレッシャーダメ。いや、ないです。じゃあ何から突っ込む、ひーちゃんどうぞどうぞ、何でも。え、まず、このラメがやばい。ラメ、ラメがやばい、はい、全体ラメ、全体ラメですね。でもこれ残念なことでさ、カメラからさ捉えられなかった。うまく目だとすんごいギラギラギラって動くからさ、はいはい、ほら、はい、カメラ止まっちゃうじゃん、どうしても。そうですね、なかなかね映らないんだよね、はい、じゃあまずバンパー、はい、これはノベルシリーズ、はいはい、ノベ、トランスフォーマー。あ、これトランスフォーマーって一緒。あ、本当だ。トランスフォーマーです。本当だ。はい。このさ、ショープレイヤーのどう思う、これ。このあれ、アプリにつけてるのと違いは？違い？うん、一緒。シリーズが違うよね、これ。シリーズが違う。これがノベルシリーズってやつ。はい、はい、はい。これがトランスフォーマー。これもトランスフォーマー。全くちょっと似てるけどね。うん、どことなく違う。これのノベルもあんのかな？キャリーの。これのノベル。この方の軽トラのノベルシリーズもあるの？はい、いや、これはトランスフォーマーだけなの。トランスフォーマーと。
もうちょい前なんですけど、なんか普通のフォグがついて、じゃあこれが一番、これが一番新しい、新しくてごつやつ、ごつやつです。どう、まあ、ところどころ違うね。この辺とかのこういうところとか比較すると、そう違う、このさ、ショープロエアロのこのさ、うん、特徴がさ、すごいんだよね、デザインが。はいはいはい、よく見るとこういうところにさ、そうなんですよ、こだわりがね、立体的に作られてんだよね、はい、これ全部どれ見ても一緒じゃない？どれ見ても一緒ですね。そう、いろんなシリーズ見ても、はいはいはい、結構こうやって入ってる、はいはい、これはすごいなと思う。なかなかないよね、ここで。もうほんま社長のこだわりやね。こだわりだよね、これは 3D。 そう、待って、これってさ、待って、もともとド、はい、ノーマル、もともとドノーマルから1から、1からなんだ、はい、どう金かけたね。え、そんなに、いやもう全く1から、全く1からやね、これ。すごいね、すごい、ね、はい、ちなみに何、うん、この車自体はどこで買ったの？これもし知る、はい、ショープロデュース。あ、よかった、そこなんか違うとこで、はい、いやいやいや、もうショープロアイなんだ。あ、じゃあドノーマルを買って、そうですそうです。まず何してたの？バンパー。まずもう完成させたかったから。完成させなかった、もうガンってやっちゃった、もうガッと やっちゃいたかったんで、もう一気に一気にやっちゃった、はい、やっちゃいました。そういうタイプなんだね、うん、俺みたいな感じですね。ここはどう？ここ、これもね、これ社長と相談しながら、一緒に相談したんだ。そうですね、はい、もうローライダーだよね。そうですね。これでもさ、一面にやったらどうだっけよね。いますね。ここだけでも結構いい値段しない？ここだけ、そうやね。ここだけででもええ値段しますけどね。まあ濁す感じね。濁す感じね。しますけどね。なるほどね。はい。もうこだわりですね。デザインしっかりしてるね。そうなんですよね。それに合わせてこうラインが入ってる、ね。そうですそうです。どうキラキラ。ここもね、あんま見えにくいんですけど、もうここもやっぱ 3D、 あ、これね、これね、 3D なんですよ。全部、そう、はい、そこに合わせてこのラインが入ってるんですね。はい、この塗り分けどう？まあ、合ってるよね。合ってる、うん、これなんか単色でも良さそうじゃない？単色でもいいけど、まあこう暗い部分あれから、あ、合わせてね、ガンメタっぽいので、すごく。ちなみにさ、これなんかすごいチカ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 なんか光ってるんだけど、もうね、これこの間昼間で気づかんかったけどさ、はいはいはい、何このチカ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 って、これ結構目立つっていう。これ昼間も目立ちたいし、夜も目立ちたくて。十分目立つでしょ。いやもっと。これさ、昔のさ、なんだろう、何年か前のさ、あの16何歳ぐらいがさ、原付につけてるような感じだったよね。みんなでもパチンコの、パチンコ言うんですよ。パチンコじゃなくない？プレミア大当たり確定みたいな。ここでここで演出する。そう。出したいね。そういうのあればもっと面白いんやろうけどね。ちょっとホイールは？ホイールは、はい。何これ17インチなの？17インチです。なんかでかく見えるな、これ。何 J？ 7J。7入れてるの？ 7J。 7J でちょっと寝かしとんね。寝かして、つらで。はい。ボルト？ボルトです。だよね、なんかさっきちょっと寝てるよなと思って。7入って大丈夫なのこれ？大丈夫やね。全切りもできるんで。これフェンダーがあるからだよね、ここに。まあそうですね。これなかったら、これ確実に。本当だよね、これ。確実に出てますね。これ、あ、そうだ。キャリーってさ、タイヤが前にいるよね。あの、他と比べて。キャリーってタイヤがこの、ここについてるね。まあ、はいはい。ハイゼットってさ、シート下なんですよ。ハイゼットはシート下なんですよね。こっちのがだから実質上すごく長く見えない。長く見えるし、ね、やっぱ、かっこいいですね。あ、なんでタイヤの幅が全然、言うたら違うじゃないですか。はいはいはい、ワイド感が。あれだよね、アトレとか前になるからさ。そうですそうです。同じように付けてよかったよね。そしたら長くてかっこよく見えるのに。鈴木に関しては未だにそういうイメージがすごいです。ああ、はいはい、確かに確かに。まあ、そうやね。あえて競ってしてんのかな、なんか。どう。でもなんかシート下の方が小回り利くような感じがする。感覚。なんかでもなんかどんくさくじゃないですけど、どしっとしたのはもうやっぱキャリー。こっちだね。キャリー。でしかもこれ今エアロが横にパネルバーンついてるからさ、そうですそうです。余計に長く見える。もうどしっと感が、うん、そう下げてるしね。そうそうそう。うん、昔さ軽トラのエアロ流行ったよね。こっちの方でも。いましたいました。改めて見てどう？間近で見て。間近で見て、その昔思ってたよりもうなんかガラッとイメージ変わってすごいかっこよくなったなっていう。昔のってもっとなんか単調だよね。なんかあの、ね、ハリボテっていうか、はい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 、って感じなんだよ。ハリ出し、ハリ出しか、まあね、時代年代の、まあ、時代のあれで多分より進化してかなって、はい、足回りは、足回りは車高調です。
うわー、これ社長に怒られるわ。射程怒られるわ、射程社長さん聞きました今聞きましたか、車庫長って言いました今、射程じゃない、あーこれはこれは今ミスしたね。いや今ミスしましたね。書いてあれるよ、何言ってるんだって言われるよ言われるね。射程、射程、はい、ショークロさんの射程、射程です、はい。リアは何で避けてるの？リアはリーフ、リーフを1枚抜いて逆、あ、逆さ付けするの、はい、逆さ付け1枚抜くとさ、どうなの、はい、その乗り味とか荷物積んだ時とかそんなに変わらないの？実際なんか変わった？そんな変わんないですよ。変わらないんだね。意外だね。ね、なんか、うん、もっと全然乗り心地いいですよ。全然大丈夫、はい、気にならないですね。軽トラので友達とか乗しても全然平気？はい、気にならない。見るからになんかすごい揺れそうだけどね。いや大丈夫ですよ全然大丈夫ですよ。全然大丈夫、はい、軽いからね、どうしてもなんかこのパネルどうよ、ひーちゃん。パネルっていうよりこのフロント周りが俺すごく、あ、こっち？要はキャリーって結構薄い感じじゃん、のぺんとしてるじゃんね。なんか物足りないけど、この立体感がすごい分かりやすい車種だと思う。なんかもう一個言いたくならん？もう一個？この車どっからボーボー音鳴ってる？あれ？どっから音鳴ってるこの車、なんかおかしいとこかな？サイド？なんかあの辺ぐらいからおかしいよね、なんかどうしたあれ、生えてるよ、ね、この日のためにこの日のためにやってみました。気合が違う。しかもなんか書いとらん、そこになんかよくわからない文字が。僕のチームのロゴですね。あ、そういうことなの、はい、あ、そこ？そうなんて、それ極み？極みです。決して極道ではないです。あ、俺そっち連想しとった。いや何がなんか様子のおかしいこと書いてんのかなと思って。あ、自分のチームを書いたの、ね、そうです、そうです。極めたってことね。はい、もう車も見る人が見たらなんか違う字に見えるよね、なんか、まあ、まあ書体が書体なんで、自分らは極みかもしれないそうまあそんなことは置いといて、はいはい、これなんかエアサスにしたかった理由は？エアサス、好きくない、もうふわふわするというか。でも最近の人なくない？なんすかね、もうずっと車高調つけて体がそれ慣れてる感じ、まあ、そうっす。なんかそれ分からんくもないんだよね、はい、その食いつき、あ、体にこう伝わる食いつきが全然違う。それ食いつき、なんかまあ分からんくもない、うん、はい、でも横揺れ確かになんかエアサス大きいなって感じる。まっすぐ飲むにはね、あんまり気にならないけど、はいはい、僕それが嫌で、もう車庫長。そうだからさ、軽トラがさクイックなんだって。マジで車庫長がすげえ、想像がつかない想像がつかないよね、車庫乗らないと。つかないですね、はい、まあ、こんな感じでリアからそうですね。え、なんて、え、なんか言った今いや、なんかもうモフモフ言ってなかったよ、大丈夫言うてないですよ、ちょっと尺長くなる。じゃあリアから言いましょう。はい、さあ、はい、ね、俺に排気ガスめっちゃかかっとるて俺に排気ガス直でかかってるから、これそれも狙って、それも狙って気をつけてきたんで星1個にしようか。いや、星つかんかもしれない。いや、残念なことに。なんかやだな、なんかこれ。たまらんねん、星。ということで、はい、なんで軽トラ買ったの？ちょっと待って、一回消そうか、一回。そうですね。消しましょう。消しましょう。消すね。はい。あ、いいね、いいね、いいね。はい。ブロロロロロロ。はい。さあ、なんで軽トラを買ったの？やっぱ、僕の年代で乗ってる人って少ない。そりゃいないよね。で、ありきたりな車では嫌やったっていう。え、逆にそれは軽トラがノーマルだったらどうなの？ノーマルだったら乗らない。カスタムできるから乗ったの？カスタムできるし奥が深い。あ、意外とみんなさ、のほら動画出すとコメントでさ、ほら、はいはい、軽トラ時何がいいのとか書くじゃん、はいはいはい、またでも違うんだよね、これはこれで違いますね。これは 何気に奥が深い。深いです。わかる？わかるよ、うん、そう、本当に深いです。ひーちゃんどう？ん？これでもさ、仕事で使ってんだよね。使ってますね。仕事で？そう、はい、だから本当に仕事で使う人が本当にしてるね。これなんか見ようか、ちょっといいですか？開けれる？はい、開けてます。ほら、これリアルだもんね。これリアルですね。取材のためじゃないもんね。違います。日頃からこれ本当にもう、あ、もうこの脚立とかガンガン脚立もあるしガンガン現場行ってますね。ですね。これ子供のベビーカーも、あ、ベビーカーも入って、はい、なんか本当にリアルに仕事で使ってるんだよね、はい、仕事で。あともう一つ趣味が
ソフトボール行きようんですけど、これでソフトボール、ソフトボールやる、ソフトボールやってますよ僕。意外なら、なんか見えないね。見えない、僕こう見えてずっと野球少年で。そうなの、はい、それバット使って、バット使って、あの違う、バット使って違うことするんじゃない。ちょっと待って、なんか言おうとしてるでしょ。いや、ソフトボールやるって手でバット積んでても、あの言い訳できるんじゃなくて。いやいやいや、そうなんじゃなくて。ノー、対象がボールではないとか、そういうのいらないから。対象はボールじゃないですか。でもね、はい、ここも赤く光ってる。そうです、うまいことやったね、これ、うん、うまいこと。軽トラでしかできないです。ここ これはあ、ここも入ってます。全部だって、はい、軽トラだからできるはずだから。そうです、そうです。なんかダウンタイプみたいな、あえて下じゃなくてこの荷台の縁、うん、見えないからね、ちょうどいいよね、はいはい、赤に赤で、はい、ね、もっと聞いていい、はいはい、なんでこれバッテリーここにいるの。ね、なんか理由がある、エアロが、エアロ巻いてるんで、うん、その普通軽トラって、うん、この荷台の下に、はい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 、はい、そうだ、ありますね、うん、ありますよね。そうだ、それで取れなくなっちゃうの、いちいちこう外さなあかん、めんどくさいね、それ。そうです、あ、それをそれで移設してる。なんでかなと思って、はい、これ重量配分にしてでも前すぎるなと思って重量配分そういうわけじゃないんですよ。あ、そうか、これ蓋しちゃってるからね、はい、他になんかなかったっけ、バッテリーだけ、バッテリーだけなんかなかった、あ、ないか、横に関しては何もないです、ないね、じゃあバッテリー、はい、そうだね、困るね、これは、はい、なるほど、そうです、そういうことでしたか、はい、こっちは給油口があるけど、給油口は別に普通に開ける、給油口は普通に開けれます、はい、これどうリア、俺さ、もうここここがすごい気になってさ、分かる、はいはい、こんだけ角張ってて、うん、こうデザインしてるのって初めて見たからさ、今まで、はい、あ、ないじゃん、ストレスって、丸まってるじゃん、ね、でもさ、よく見てよ、ちゃんとこれアーチ書いてるね、これ、うん、すごいよね、何気にね、見ると分かるんだよね、そう、もう全てがカメラじゃ多分分かんない、うん、分かんない、正面からだと絶対分かんない、ちゃんとこういう風にね、はい、R になってる、そこがすごい、この角度からここね、はい、ちゃんとあるもん、はい、これさ、荷台開けれるの、荷台はね、残念なことにここまでしかでもさ、残念なことにこれマフラーのせいで横開けれないねそうですこのカバーしてる時代でここにもう、あ、ダンパーの止めが入っとんで、どっちにしろダメだね、どっちにしろ横開けれないんですよ、飾りじゃん、はい、飾りやねなんか便利なんだか不便なんだかちょっとよく分からなくなって高さがないからね、そうね、便利なのは雨降っても、あ、ね、あんまり雨に当たらない、これ何、ロックとかなくてただバタッとなってるわけ、バタッと何にもならないの、跳ねたりとか、僕ないですね、しかもむしろこれ重たいからむしろ跳ねないからね、そうそうそう、これ自体も重たいし、はい、なるほどね、テールもLED ですね、でもこれさ、はい、これだからなんか似合う感じがする、普通の軽トラにポンってつけてもなんか、はいはいはい、変な変えたのかなって、まあ確かに生えない、はいはいはい、うん、これも生えない、うわうわ何、星が咲けるよ欲しいです、独断と変形だけに欲しいですなんか言った、いや、寒いいや、ちょっとひんやりしたんだけど涼しいねさあ、はい、LED、これ86のバックホーグ、バックホーグです、はい、これ逆にさ、はいはい、違うのなんかつけてほしかったな、あのショープロのやろつくときなんかこう定番じゃん、この86って、あー、そうですね、そう、なんかほら違う流用とかなんかあったら面白かったかなあとちょっと思ったりもしなくもなかった、冒険してみるという、冒険、はいはい、冒険もしてみたかったんやけど、だってこのエアロもさ、はいはい、これじゃない86じゃない、全部どこのメーカーも、まあ今そうね、あ、そうやね、どこのメーカーもつけれるようにはなっとね、そうそうそう、だから前からなんか、はいはい、どこも86だなーってなちょっと薄々思ってた、はいはい、あんまりやっぱこのショープロのエアロが好きなんで、あんまりこう形を変えたりとか、もうこのエアロはこのままつけてもやっぱかっこいいんで、わかるわかる、あんまりこう触りたくなかったというか、まあ、こだわりだね、そうですね、ね、ちょっとマフラーの音聞きたいんだけどもさ、はい、じゃあここ閉めようか、はいはいはい、なんかちょ後ろにおるわこっちに、はい、ここら辺におるわ、もうフレームアウトしてもいいやもういいやいいですか、かけるとき切るときにめっちゃ揺れるで、あー揺れます、当たりそうで当たらない、ね、当たりそうで当たらないですよ、クリアランスがですね、なんか懐かしい音が、これ、
はめ込んで、うん、そこのサイドの下まで、もともとマフラー、作っとったやつが下まで来とるんですけど、うん、そこにもともとサイド出しで作っとったんですけど、うん、前回でそうだよね。そうです、うん、前回がサイド出しで。取れるのこれ。取れるようになった。ボルトで。そういうことか、はい、ボルト止めなんです。取り外しかってやつか。そうです。だよね、なんか支障が出る時がありそうだもんね、はい、なんかだと。それはありますね。やっぱり駐車場とかね、狭いところでやっぱ止めた時にそのまんまつけて止めてたらね、こう体が当たってとかやっぱあるんで。まあどっちにしろこれは撮影だからつけてる手ってことですか。そうです。普段はつけてない、ね、そうで、これを外してここにしまって帰ると。しまって帰ると、はい、ね、そうです。わざとらしいな、なんかこのまま来てなんもないや。これちょっと自然プレッションしたいな。はい。どんな感じだろう。あ、乗ってほしいですね、逆にね。どういう意味で。もう体でどれだけこう乗り心地がいいかっていうの。自分でなんか自信があるの。ありますね。お、自信があるらしい。いいね、そういうのいいね。いいねとか言って。いいね。それこそ射程ですから。あ、そうだね、はい、もう自信持って言えるもんね。言えます。だってさ、オーナーさんがうーんって言われてたら、こっちもうーんってあるよね。そうですよ。いい、曖昧な答え方はね。かっこいいじゃん、なんか締めたね。はい。じゃあ、シンプレッション、はい、行きましょう。行きましょう。ちょっと今日。おお。ケーキ。じゃあ、行きますか。はい、お願いします。これって、ハンドルってどれぐらい？いや、普通に切ってもらって大丈夫。意外といける感じ。意外といけます。じゃあ出発します。はい、お願いします。あ、久々軽トラ乗った。なんかすごいクラッチが手前の方でびっくりした。これね、デブロックしたんですよ。ああ、それですぐ繋がる。はい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 。軽トラじゃない、もうすごい。いいでしょ。いい、これはいいよ。ノーマルでも軽トラって意外と揺れてるイメージがあるから、なんか全然揺れないくて、はいはい、逆になんか乗り心地悪いのかなと思ったけど、あ、全然なんか乗り心地も乗ってみんとね、分からへんすよ。これは確かに感動するかもしれない。おさぴーさんもだから、はいはいはい、褒めてくれるかな。これはすごいびっくり。友達はやっぱ何回やらかしてる。
か出して全然まあ逆にでもそれぐらい出してる時のが安定感があってすごくいいかもしれない。両立できるよっていうところにしたいな。いや、車庫長は本当に感動的です。大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。こういう車は乗り慣れないと。変な話、なんか攻めなくても単純に車庫長の方がノーマルに比べたら全然いいですね。ここまでいいとは思わなかったわ。ありがとうございます。はい、ひーちゃん前からのセーフティードライバーだね。めっちゃ安心してもらいました。大丈夫ですね。あ、クラッチ柔らか。柔らかいです。これね、どこ実はデフロックしてるんですよ。デフロック？そや。本当に言ってる？ほんまに。実は。ね、これ何？何やったこれ？何もしてないですよ。え、こんな感じなの？こんな感じです。なんかすね。え、なんかすごい違和感感じる。何このシフト？いや多分ね。何これ？長いから。重みで？そう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 。重みでこうなってんの？軽く。何これ？怖っ。もうちょっとだから多分普通の。クラッチ遠いな、これ見えませんけど。する？すらない？あー、どうすかね。何それ、どうすかね。ブレーキめっちゃ効く。あ、シックスポットか。シックスポット止まりなです。止まりな。はい、よし、行きましょう。クラッチ柔らけえな、これ。ライトついてる、これ。ライトついてます。え、これついてんの？ついてます。ついてるんですよ。めっちゃクラッチ遠いね、これ。遠いっすか？めっちゃ手前っすよ、これ。そう、はい、違和感感じる。怖い、これ。何これ。何このカゴカゴ、これ。何これ、なんだこれ。長いからかな。そうっす、多分そうだと思うんですよ。あー、こういう感じか。後ろが気になるな、ちょっと。おー、あー、軽トラ独特の悪さはないね。ないでしょ。ない。なんだろう、この後ろのショックの底突きが。これはあれだけど、ガンツだよね、今の。あー、変だ。今のね、タイヤをね、入れ替えたんですよ。あー、あの、
メーカーでちゃうじゃないですか。ちゃ当たってるって大丈夫？いや大丈夫です、大丈夫。割れない？はい、割れないです。石なもんちょっとパンってなったこれってか割れるまで外れるよね多分。外れる方ですね。本当にさ、ライトこれ見えないんだけど、どうなってんのこれ多分これもあると思うんすよ。これ苦手だな結構上だよこれ。あ、ここだよ。この辺だよ、だって。そう。あー後ろ側な、なんだろう、このバタつき感。なんでしょう、なんでしょう。いや、音は多分上りの上りが跳ねてガタンって。そういう感じ。こいつめちゃくちゃ伸びしろがない。違うな。マフラーの音よこれ。街道レーサーか。フェンダー怖えこれ。結構攻めてるねこれ。攻めてます。何が当たるのあれ？ゴム？ゴム。タイヤのゴム。わかんな。ストロークするとあかんねやっぱ。ああこれね、でもタイヤ変える前はルッチに入れとったんですよ。あ、そうなの。ルッチにって結構反るじゃないですか。あ、反ってくれるから逆に当たらなかったんです。あ、そうで今クモを入れてるんで。ああ、確かに。でもさ、ちょっと飛ばした方が調子いいな。これ調子いいです。ゆっくりはするとやっぱ振動が際立っちゃうね、はいはい、ある程度行っちゃうと、はい、ただなんかフェンダーが怖い、はい、ほら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 バンパーよりなんか横漏れ怖い。これ見えないんだけど本当に電気のせいかな。電気もあるちょっとなんか違和感ある軽トラだなこれ外から見てるとやばいよこれ。めっちゃ目立つよ何事って反射しまくりやん。反射で切れない感じか、これも俺のあたりでしょ、ね、今、いや、今、その、ま、ほんま雲に入れ替えてからっすね。タイヤの、あの、多分ショルダーの都合だよね、これ。そうそうそう、その、ルッチには全く当たらなかったですよ。あー、しょうがないよね。はい。ね、これ、視界わかんなくね、これ、見える。あ、見えた。はい、大丈夫です。はい、はい、です。ごめん、ハンドル切って段差をこう登りたくない絶対当たるやん、こんなあー、やっぱ俺エンジンはダイハツが好きだな。なんかね、なんだろうね、これってエンジン K6？ K6 でしょ、これ違うの。なんかね、はい、ハイゼットとか乗る？あんま乗らない。あんま読めない。乗らない、ね、乗らない。なんかこのポジションがさ高いんだよね、なんかこのスズキの方が。あー、座ってる方がなんか、なんだろう、ベンチっぽい、な、ベン、椅子っぽい。はいはいはい、なんかそれがちょっと気になるんだ。はー、でも意外と普通だね。みんなね、でもね、軽トラ乗る人はハイゼットよりキャリーの方が足回り広いって言うんです。なんでかって言ったら、タイヤが、キャリーは前にあるじゃないですか。ハイゼットはここでしょ。あ、ここが狭いんですよ。こんもりするよね。そうそうそう。あ、わかる。なるほど。はい。確かにクイックだ。どうでした？スポーティーな軽トラ。乗り心地ね、はい、ぶっちゃけていい、はい、前は、まあ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 いい、はい、後ろがやっぱバタつくね、これ。どうしてもケツ軽いからだよね。だけど、あの、ソープロさん行った時の軽トラは、そんなことなかったんで、はいはい、何が違うの、これ。ショックがなんかさ、ガンプラが多分あって、ガンプラなの。ショック何についてる、同じ、あの、同じ、なんか、伸びた時かな、なんか、縮んだ時かな、ゴンって底付き感なんか、あるんだよね。あんま荷物を乗せすぎたらあかんとは言うのだよね。それはね、当たった。それのせいかな。多分そんなんもあると思う。まあ、はい、悪くはない悪くはない
分からん、もしかしたらあの、はい、ショープロに置いてあるコンプリとかが良すぎたかもしれない、はい、でも深い感がなかったもん、ちょっとリアがね、なんかうんってなったまにぐらいで、別に乗ってて深いではない、で飛ばした時の方が安定してる、ああ。なんかゆっくりだとやっぱりこう揺れるよね、飛ばす向き、飛ばす飛ばす向きだね、多分そうで、ね、でもなんかね、内装も外装も裏切らんね、でしょ裏切らない、でしょはい、こんな感じで、はい、超派手な軽トラそうですね、はい、じゃあこれから気になる表彰式をしたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします、表彰式やりましょう、はい、さあ、はい、まあ実質第1号車ということで、はい、認定証が出るのは、すいません、ありがとうございます、いいタイミングできたね、そうだね、しかも一発目ですごいいい車来たね、うん、インパクト大で、ね、ちょっとめっちゃ心の中で星いくつだと思ってる、そうですか、射程を言えんかったっていうのをいきなりこう足回り何ですかって聞かれた時になんかこう車庫長って言ってしまったところがあったんで、はい、うん、星ゼロかなと、自信持って言った方がいいと思った、自信なさすぎるよそれ、そんなに厳しくない大丈夫、ちょ俺の中でもうねこの車結構いいと思う、おさあ、はい、気になる星はお願いします、ドルルルルルルル、続きはウェブで、ウェブだよ、あ、ウェブ、ウェブ星、なんと、はい、5つ、おー、ありがとうございます、これ完璧やん、完璧や、まあ理由ね、いろいろあるんだよ、はい、まあ1からまず作ってる、そこは大きいね、やっぱり、そう、うん、1から作ってるって対して、はい、であと車に対してすごくこだわりを持ってる、はい、ありがとうございます、そう、エンターテイナーかったらそうではないと思うけど、はい、車に対してはやっぱり5個以上、そう、うん、5個以上つけてあげたいぐらい、はい、まあ、ここまで仕上げたっていう、はいはい、ね、やっぱお金もかかるし時間もかかるし、はいはい、ね、うん、その面を買ってやっぱ星5つつけてあげたいなと思った、ありがとうございます、そこでヒーちゃんちょっとトロフィー1個持ってもらっていい、あ、いいですよ、はい、おっと、マジっすか、おっと、一発目でこれいいのじゃあこちら、はい、はい、おめでとうございます硬い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 、じゃあひーちゃんからトロフィーを、はい、ちゃんとこれあの愛車自慢って書いてあるからね、これ、はい、じゃあすいません、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、まあこういう感じでね、あの、はい、一応正当に評価してるつもり、はい、うん、はい、でもこれがね、なんかこだわりあんまない感じだったらね、うん、なんかそうでもなかったかもしれん、あ、ちゃんと自分のこだわりを持ってるという感じだから、はい、星5つ、第1号で、しかも第1回目で5つついて何持ってっちゃったよ、すごいよ、ねえ、やってしまいました、あとでこれあのトロフィー代請求しましたよね、はい、あ、一緒に紙をそのあの盾とあの、はい、トロフィーで後で請求しますから、あ、ね、はいはい、そう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 、第1号車は星5つということで、ありがとうございます、ありがとうございました、また来てください、おめでとうございます、はい、また、じゃあ皆さんもぜひ取材また応募してください、はい、さようなら、さようなら、Champions, I can't believe you're trying. I killed, I know, once a free for champions, I can't believe you're trying.